メーレンベルク伯爵夫人、ナターリア・ニコラウス・ビルヘルムツーナッサウは、ドイツ・ナッサウ公国の公子ルクセンブルク大公、アドルフの異母帝スウェーデン王妃ソフィアの同母兄である。ナッサウ・コー・ビルヘルムと、その2番目の妻で、ビュルテンベルク王子、パウルの娘であるパウリーネの間の息子として生まれた。フランス軍の主官となり、1859年に、 第二次イタリア独立戦争に従軍している。1862年にギリシャ王孫一世が敗因されると、イギリスの首相パーマストン教によって、次のギリシャ国王の候補に立てられた。パーマストン教は、帝政ロシアとの結びつきの強い国王を選ぶのが適切と考えており、大勢の親族がロシア提出に嫁いでいるニコラウスが適当と、移ったのである。しかし、 フランス皇帝ナポレオン三世は自国の士官がクリミア戦争で交戦して日も浅いロシア帝国との結びつきからギリシャ王になるのは不愉快だとしてこれに反対した。結局ギリシャ王位についたのはグリックスブルク公爵家の公主ウィルヘルムであった。1856年ニコラウスは兄のナッサウ公アドルフのナシロとしてロシア皇帝アレクサンドル二世への戴冠式に 出席した。この時、巧妙な詩人、アレクサンドル・プーシキンの娘ナターリア・アレクサンドロ・ブナ、プーシキナと知り合い、愛人関係になった。ナターリアは、ミハイル・ドゥーベルトという将軍の妻だったが、夫婦仲が悪く、1862年に、夫と3人の子供を捨てて、ニコラウスに走った。ドゥーベルトとの離婚は1868年5月18日に成立した。 1868年7月1日、ナターリアと正式に結婚した。この結婚は、帰宣結婚とされたため、ニコラウスの義兄である、バルイコールピルモント公、ゲオルク・ビクトルの計らいにより、ナターリア及び、彼女とニコラウスとの間に生まれる子供は、メーレンベルク伯爵の称号を名乗ることになった。夫妻は1869年より亡くなるまで、 ビースバーデンに構えたビラで暮らした。妻のターリアとの間に一男二女を設けた。ありがとうございます。